なんかもう DP だって兄ちゃんが勧めてくれてた。DP 脱走する。あれ面白いよ。でもなんかちょっと全然わかんなかった。まあ、シーズン1の方が、まあ、面白い面白い。パパもシーズン1の方が面白かった。なんか今回はなんか変な方向に最後の方行っちゃったから。うん、そう。私も1話目でちょっとわかんなかった。うん、例えば堺雅人のさドラマって今誰か見てたりする？見てない。面白いの？いや、わかんない。いつやってるの？日曜日とかね。そうそうそう。だってあれさ、あの人阿部寛君出てんの？出てるんだよね。うん、何のドラマ？いや、ちょっとよくわかんない調べなきゃって思いつつ、もう1話目から見れてないから、まあ1回全部終わって、まあ、どっかで配信されたら見ようかなって。半沢直樹っぽい感じですか？もう日本の俳優さんもどんどん変わっていったらもう分かんない、うん、パパはもう役所広司さんの映画だけは、うん、いろんな、うん、ネットフリックスで配信されてる。うん、リコはいくつぐらいだっけ小学校入った、うんうん、このちょうど兄ちゃんが幼稚園だ。田んぼの筋にイタリアンがあったの覚えてないよな。シーフードカレーが忍び出したところ。 あそこ超えるシーフードカレーをまだ食べたことない。あたっぷり。いや、お前そんな記憶があるの？確かに。イタリアンうまかった。どうぞ。あそこすごい美味しかった。だから坂を降りたとこでしょ、月マグマのところ。うん、そうそう、ちょっと曲がったとこな。うん、どこだっけ、どっかレストラン行こう。あ、これ人種ということでしょ。レストラン行こうと思ったら熊が出たから。あ、熊いたな。それはもうロッチみたいな坂を降りて、うん、ちょっと池っぽいあれがあって、坂を降りに行くの。よくあれ取りに行ってたもん、私。ニジマスだっけ、うん、鮎だっけ。鮎じゃない、ニジマス。川でひたすら取るやつね。なんでニジマスとか取りに行くのは大丈夫で、カエルはダメだったの？いや、あの頃ね、ちょっとバグってたんだよ全然魚捕まえるの大丈夫だったもん。で、あそこ流しそうめんとか夏やってたから。あとは野口英世記念館のそばにある蕎麦屋ね、五色の間の。あとほら、団子、団子、うん、味噌団子じゃなくて、なんだっけ、今考えてみると、あれなんだっけ、今、あんじゃん、くるみのさ、うんうん、あれだよ、味噌汁、ゆべし、そうそうそう、うん、あのバレは、今でも変わんないのかな。変わったんじゃない、だいぶ変わったかな。だから一回行ってみたいなと思うよね。でもあっちの方ちょっとお風呂入りに行きたいなと思うけどね、合図の。いや、だからあそこのマンションじゃなくったって、うん、そうそう、じゃあ普通に宿あるから、うん、宿泊まればいい。でもね、あそこ行ったけどね、大人になってからの階段が覗きに行ったけど、うん、あの庭がさ、めちゃめちゃ広かったと思ったけど、うん、昔はね、うん、行ったら、あ、こんなもんかと思った。あ、前の、うん、でもあそこほら、レストランがなくなったりとか、あ、そうだ、そう、いろいろあったから、やっぱりちょっと使いづらくはなったよね。ロッチとかでバーベキューはできたけど、美味しいレストランだよね、うん、まあ、え、なに、使えたりもしたわけ？してない、してない。だから中には入れない。だから庭のところだけで、フロントのところで夏祭りとかやったじゃない、うん、かき氷とかさ、もうバーベそういうのがもうないんじゃない？ないと思う。こうバーベルまだ運んだんだ。申し訳ないよ、結構して帰る。かき氷、氷じゃない。ゼリー、これゼリーを凍らしてるから、シャーベットみたいな。帰るか。もう帰ったら、ここ2時ぐらいだから、6時からだから。すぐ風呂入んなきゃ。いいんじゃない、別に。だって、もう何時から？ 3 時から？ 4 時？ 4 時だったら4時に入るから。何？ 4 時からなの？今日。4時から。あれ？ママ6時って。
あ、違う、その木曜の話。違う。飯は6時から。で、あの、飯って言うの風呂は休憩時間とかいろいろあるから、清掃の時間が。4時に入ればいいんじゃないの？今度こう入れ替わりになるらしいな。え？何？男風呂と女風呂が？いや、あの工事中の話、時間制になる。あ、1個しか使えないから片方しか。でもそれも多分それになるまで完全に使えない期間があるから。入れ替わりじゃないんだ。入っちゃダメだよ。いや、だからよくちゃんと聞いとかないと。入っちゃダメ。行く可能性あるからちゃんと見てたんだけどダメだよ。気持ちよかった女性が入ってきたでしょ。だ、基本はこっちに来るようにした方が、間違いはないけど、ね、ていうか、あの、だから完全に使えない期間もあるから両方使えないっていうのは。ここも温泉。ここ温泉、温泉。お風呂いいよね。そんな感じ。あ、そう。あの、リコが撮った、あの、今日撮ったプールの向こうの景観。そう。あ、そうか。だからこの上だから、ちょうど海が見えるから。あの景観、すごいな、そりゃ。ここも入ったらいいよ。あ、そう、マジかよ。じゃあ一回使ってみよう。